はい。それでは、時間になりましたので、始めていきます。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにち は。そうですね。反応がないと寂しいので。では、行きましょう。本日が、ゴーファーズ・オフィス・アワー第2回ですね。今日はちょっとテーマを、構造体インターフェース、ニュージェネリックス会としています。主にこれらのテーマに合った、話をしていきます。今日の回答ゴーファーの皆さんは主に3名です。Twitter ネーム、アットテンテン、メルペイエキスパートチームのエンジニアです。ソリューションチームからシメタルさんとワカメさん。よろしくお願いしそまれぞす。れ、よろしくお願いします。はい。で、今日ちょっとリアルタイムで視聴している皆さんに質問をいくつかあるので、まあ、これ見た人はツイートをしていただけると参考にできるので嬉しいです。なんか結作構業を流聞きし流しな聞きがらっ派て、か、しっかり聞く派かとかですね。すでにツイートしてくれてる人いますね。そうですね。仕事しながら。で、今回も、質問は Google ドキュメントを使っていきます。ドキュメントの URL は、イベントのページ、または、コンパスに登録しているメールアドレス宛てにお送りしています。次。本日のハッシュタグ、いつものシャープメルカリ GO です。がっつり仕事しながら。まあそうですよね。リモートだから聞きやすいというのはありますよね、きっと。はい、仕事中ですが、ぜひツイッター、これ言っていいのか、いまいち私もよくわかんないんですけど、ツイートしてほしいので、ツイッター開いていただけると嬉しいです。今後開催予定の GO のイベントを、YouTube の説明欄に URL を貼っているので、気になる人は見てください。またコンパスのメルカリグループページにも、ほとんどのイベントがコンパスのメルカリグループページで公開されているので、今一度コンパスのメルカリグループページを見てみてください。ありがとうございます。皆さん、仕事しながら流し聞きの方が多いですが、じゃあそのまま本題の方に入っていきたいと思います。では、私の画面共有を切るので、テンテンさん、ドックスの共有の準備はよろしいでしょうか。はい。じゃあ、共有停止します。ラジオ感覚で聞いてるって。いいことですね。ね、はい。見えてます？見えて見えてる、見えまてす。る。はい。じゃあ、今日は、構造体とかインターフェースとか、ジェネリックスの話ができればいいかなと思います。で、今回、参加者の属性みたいなものも今回も取ってます。初めてって、過去参加したことがある方が多いですね。これも、普段語を書いてる人が多いのかなという感じですね。でも、まだ今から書こうかなという感じの、普段っていうと、普段ってどのぐらいなんだろう、週5かな、週7かな、週1かなって気持ちになるかもしれないですけど、こう書いてるぞって気持ちになったら、こっち選んでください。で、早速、質問の方に移りたいと思うんですけど、私の画面って、質問全部見れてますかね？なんか切れてるところがないですかね。
大丈夫ですか。うん、見えてる。うん。見えてます。配列についての質問ですね、最初は。要素数が違えば別の型というのはどういった意味でしょうか。長さ5の配列と、長さ4の配列が違う型ですかということですね。で、まあ、これは、ここに上がっている要素5のイントの配列と要素4のイントの配列は別物かっていうと、まあ、別物ですね。イントとストリングが別の型だと同じように、この2つは、同じイントを要素に取る配列であることは変わらないんですけど、別の型になっています。で、別の型ってどういうことかっていうと、ちょっとプレイグラウンド開いて説明していきますと、もうちょっと大きくしますね。例えば、別の型っていうふうにいくと、バー n イントイコール100して、バー s ストリングイコール n ってやると、まあ、変わった場合って、まあこれは実行しようとすると、ここの7行目で N と S、型が違いますね。N がイントで S がストリングで、ストリングの変数に N というイントの値を入れようとしたので、まあコンパイレーラーになってます。これ、型が違うとこういうことはできませんということですね。なので、つまりは、例えば、m ってやって、まあ、n の、まあ、ちょっとめんどくさいので、10、20ってやって、まあ、ns にしますね。ns にします。で、こうしますと。こうしたらどうなるかっていうと、なんかいけそうな気はするんですけど、ダメですね。同じように型が違います。can not use ns なんとか。これさっきのエラーとほぼ一緒ですね。こんな感じで別の型になります。っていうのが、この質問の回答でいいのかな。多分、よく間違うのは多分配列とスライス。っていうものが、まあ、ごっちゃになってる場合があるかなと思うんですね。項の配列は固定帳なので、まあ、あんまり配列を直接使うってことはしないかなと思いますね。この辺って結構最初のうちにつまずきがちかなと思うんですけど、シンメタルさんとかこう、配列普段使いますか？配列使ってない気がするな。まあ使う箇所っていう、まあ普段はスライス使ってますよね、きっと。そうだね、なんかよっぽど、なんかカリッカリにチューニングしたいとか、なんかそういうのがあればもしかしたら使うのかもしれないけど、俺の用途ではあんまり、なんか、配列使わないとなって思うことないかな。うん。まあ、多分、スライス使ってて、まあ、スライスの裏側にっていうか、まあ、スライスって、データ構造的には、こう、配列へのポインタと、長さと、キャパシティという値を持ったデータ構造なので、まあ、実際、スライスを作ると配列が作られるんですけど、まあ、直接使うことってそこまでないかなと思います。例えば、まあ、使う用途としては、ベクトルとか、三次元ベクトルとか、二次元ベクトルとか、表すのに使ったりとかはするかもしれないなぁとは思いますけど、まあまあ、そんなにたくさん出番はないかなと思います。固定帳だと使いづらいですもんね。そうだ、ああ、そう言われるとあれだな、なんかマップみたいなの、マップっていうのは、キーバリューのマップの方じゃなくて、
マス目のある将棋とかのあんな感じのマップみたいなものを表現するときは使ってるかも。二次元配列みたいな。ああ、そうですね。まあ、固定帳であるから、まあ、固定帳で変わらないものというものであれば使うかもしれないですね。ただ、うん、配列注意しなきゃいけないのは、この、例えば、ちょっともう、あれなので、こう、型推論にお任せして、まあ、NS は、長さ2のイント型のスライスですよと。これも、ちょっと、余計な落とした手で、こうやって書いたときに、例えば NS の0を100にしたときにこうどうなりますかって問題結構私はクイズとか出すんですけど、これは NS は100になるけど、NS の方は100にならないという、そういった話ですね。NS を MS に代入する際にコピーが発生するので別物になるんですね。これスライスにすると、まあ、スライスもあんま変わんないんですけど、内部にポインター持ってるので、まあ、こうすると、ポインターが刺す先が一緒なので、値が、MS の方にも影響あるみたいなものがあるので、ちょっとこの辺がややこしいかなと。で、配列を扱うとですね、まあ、引数に渡したりとかしても、コピーされちゃうので、あんまでかい配列を、こう、関数の外に出すって、いうことは、まあ、しないかなと思うんですね。まあ、よくあるのが、まあ、パッケージ変数とかに使うとかはあるかもしれないけど、あんまり、関数に渡したり、メソッドに渡したりはしないかなと思います。2とか3ぐらいのやつは、たまにやりますけど。やる？たまに。配列使うこと1年に1回ない気がする。そうね。1年に1回。聞いてる人たちは、どのぐらい配列使ってまあ。どうなんだろうね。まあ、ほぼないよね。スライスの感じ。そう、スライスと配列が別物と気づいたあたりで、あ、配列っていつ使うんだろうって気持ちになるはず。そうね。でもまあ、まあ、後ろで使ってるからね、まあ、ないと困るんだけど。うん。っていう感じの回答でいいですかね。まあ、多分、スライスとか、結構難しいと思うので、まあ、いろいろ試してみたりとかするといいかなと。思います。うん。あとは、アペンドとか加わってくると、さらに挙動が、こう、ね、わけわからんみたいな。この辺とかですね。30ページ目の、プログラミング言語語完全入門の3章の30ページ目のアペンドの挙動とか、この辺をしっかり追うと、まあ、スライスと配列の関係とかがわかるかなと思います。図にするのめっちゃ大変だし。大変ですよ、これ図。そうだろうね。よく見ると表で作られてるんですよ。まあ、関係ないですけど。はい。じゃあ、次に行きましょうか。構造体の使いどころを教えていただければ幸いです。構造体の使いどころ。どうですか？構造体の使いどころ。難しいよね。なんか、常に使うという気持ち。まあ、多分、質問から見るとですね、多分、構造体を結構特別扱いしてる感じがしますね。なんか、他の方と同じかなっていう感じですね。うん。
例えば、イントの使いどころはどこですかって聞かれたら、それは整数でしょっていう、そういう気持ちって感じですね。そう。で、なんかこう、例えば、インターフェースを使った方がいいところと構造体を使ったところがいいところの区別が知りたいという質問かもしれない。ああ、なるほどね。それはね。まあ、それも難しいところですけどね。うん。基本的には、そうですね。引数で受け取るときは、抽象化されてる場合はインターフェースで、インターフェースで返す、もらう方がいいでしょうけど、戻り値として返す場合は、構造体の方がいいとされてますよね。一般的には。まあ、時と場合によると思うんですけど。うん。まあ、レビュー、Go のあのレビューコメントっていう、鎌田くんが、訳してる、資料がある、資料というか、ドキュメントがあると思うんですけど、それにも書かれてますね。まあ、本人がきっと貼ってくれるでしょう。で、構造体ですね。まあ、構造体というのは結局なんか配列とかスライスとかマップとかと同じで何かをまとめて扱いたい時に使うものっていう感じなので、なんか複数のデータを一緒にまとめて扱いたい時に使えばいいかなと思います。そうだね。うん。で、もしそのなんだろう、もしですよ、その、なんていうか、メソッドを使いたい場合っていう話と混ざってるならば、構造体、メソッドが設けられるのは構造体だけではないです。なので、そういった意味では、構造体も他と一緒だよって言ったらそういうことです。そんなに使うモチベーション変わらないかなと思います。うん、インターフェースのなんかこうよくあるやつだと、はい、そのインターフェースを実装したいときに構造体じゃなきゃいけないのかっていうところで、いやでも別になんか http.handlerfunc みたいな感じで関数に別名をつけてメソッドを生やすこともできるのでみたいなのはなんかあってもいい気がする。うん、そうですね。インターフェースのライブラリの構造体を使っちゃうのが自分的にするのかな。このマップストリングエンプティインターフェースっていうのはちょっとまた別な感じもしますけど、きっとこれは JSON の時でしょうかね。うん。JSON をアンマーシャルする先をどうするかって話ですね。私は型を定義します、ね。いろいろありそう。ね、僕はなんかこう基本的にはライブラリの構造体とか自分で定義した構造体をそのまま使ってしまう場合が多いですね。僕はなんかコードをいっぱい書きたくない部族なので、とりあえずまあなんか一番楽なやり方でやってみて、困ったら後で泣きながら直すみたいなやり方をする場合が多いですね。茨の道を進みがちな。いやだってさ、無駄に抽象化するとそれはそれで後で困ることがあるじゃん。やっぱそうですね。なんか昔はこうなんだろう、目が合えば抽象化してた感じはありましたけど、そうそうそう、最近ちょっと若い頃はわしもよく抽象化したもんじゃよ、はっはっはみたいな。そうそうそう。なんか抽象化覚えたての時はめっちゃ抽象化したくなるんですけどね。なんかだんだん疲れちゃって、そのままでええやんみたいな気持ちにもなります。ね、使いどころをやりすぎるともう なんかわけわからなくなりますからね。そうそうそう。うん、でなんか結局その抽象化したいのって、なんか自分がライブラリを使うんだったら利用者の意図がまあわからないので抽象化しておく必要というのはあるかもしれないけど、アプリケーションコードの中だとそのどういう用途で使いたいのかっていうのがはっきりしない汎用的なコード、あんまりビジネスロジック的ではないコードを書く機会って結構少ないから、あんまりなんかライブラリーとか、アプリケーションの中でインターフェースは僕は切らない気がする。うん。
ちなみにその木を差し込む場合とかあるじゃないですか。そういう時でどうしてます？木絶対作らないぞなのか、木を差し込みたいだけでインターフェースにするとか。僕は、木は絶対使わないぞ派ではあるんだけど、最近なんか他のマイクロサービスとの通信が主な役割のサービスを作ってると、ちょっと木必要かもなという気はしている。なので、その外部との連携が少ないんだったら、まあ木とかいらんやんみたいな。ああ、それはそうですこっちね。には、うん。Mock にすべきところは、その外部でこう自分だけで成り立たないものがある場合は、当然 Mock にした方がいいはいいですね。Mock の種類によりますけど、そのインターフェースを使った Mock なのかとか、いろいろあるでしょうけど、抽象化するのにインターフェースしか今のところできないので、基本は Mock はインターフェースでしょうけど。まあでも、後から Mock にしようと思えばできなくもないというか、HTTP クライアントのラウンドトリッパーみたいなのあるじゃん。ああいう感じで、その既存の構造体に、その挙動を変えるためのレイヤーというか、を一つ用意しておいて、じゃあ例えばそのストラクトで作ってたやつをどうしても Mock にしたくなったら、この Mock 用の関数みたいなものをどこかにセットしておけば、実際にリクエストを飛ばさないで、そっちに処理をルーティングするように、ストラクトのメソッドの挙動を変えることもできるので、後から何とかしようと思ってどうにもならないことっていうのは少ないとは思う。確かに。HTTP クライアントのラウンドトリッパーとか、あとは SQL データベースのドライバーとかのパターンっていうのは結構いいかなと思いますね。なで、んか苦し紛れを感じるけどね。まあでもあれって多分、ゴーファー道場とかでは、説明したりするんですけど、あれって割かしその抽象化する範囲をですね、小さくするためのテクニックなのかなと思ってますけど。なんか全部を全部抽象化してしまってインターフェースにしちゃうよりかは、肝となるこの挙動を変えれば全部変わるみたいなものだけを抽象化して、その側は別に構造体とかでいいのかなっていう感じはしますね。なので結構なんか全部インターフェースにしちゃうってパターン多いと思うんですけど、本当にそうなのかなっていうのは見直してもいいかなと思いますね。なので僕はストラクトで押し通す派だね。ああ、なるほど。雑かもしれないけど。実際、それで、うまくいってたら、ありだと思うんですけど。いきなりインターフェースから書くことってないですね。いきなりインターフェースから書くときは、なんかインターフェースを使いたい明確な理由があって、なんか後から良い設計にするにはどうしたらいいかなって考えて、インターフェースだってなることは少ない気がする。ああ、なるほ最ど。初からインターフェースみたいな。ああ、なるほど。それを外部に提供する場合ですよね。いや、ライブラリとかアプリケーションの中でも。なるほど。なんか明確に、よし、今日の気分はインターフェースじゃってならなかったら、僕はもうストラクトかなぐらい別に気分じゃないですか、それ。ね。そうかな。気分が、ね、ストラクト派っていう人なんですね、船津さんと。なるほどね。じゃあちょっと次行きましょう。まだインターフェースの話はまた下の方にあったり気がしますので。構造体が複数のレシーバーを持っており、レシーバー間で依存関係がある場合、どうやってレシーバーの意味と。構造体が複数のレシーバーを持っており、ちょっとわからないけど、メソッドを持っておいて意味かな。難しいね。その構造体がレシーバーじゃん、普通。そうですね。なので、そのメソッドというのがメッセージだとして、
メッセージを受ける側は基本的に構造体なので単一のレシーバーしかないはずなんだけど、そうですね、シーバー間で依存関係があるみたいなもん、複数メソッド、すごいエスパーして回答しますよ。すごいエスパーすると、一つの構造体に複数メソッドがあって、そのメソッド間で依存し合ってる場合、依存し合ってるというか、まあ、依存してるものがある場合、どうやってテストを書けばいいですかっていう話なのかなと。わからない。そうかもしれない。どうなんだ、質問した人がこう聞いてたら、どうですかね、今のエスパーは割と自分の中では頑張ったんですけど、シンメタルさん、どう思いますか？何も分かんないな、これ。何も分かんない、これ。はい、うん、じゃあ、もしこれを見ている方がいたら、ツイッターで意図を説明していただくか、いや、よくわかんないけど、この人が言いたいことはこういうことだと思うよっていう体で書いてくださって。たくさんのエスパーを募集しています。はい、ちょっと待って、はい、よろしくお願いします。ちょっと上の方に質問いった。私がエスパーした結果で説明すると、もうなんかすごい動く。上の方に追加したいと動く。はい。まあ、メソッドが複数あって、それらのメソッドが、こう、依存関係があって、で、テストはどうやって書けばいいですかっていう、ですね。だとすると、どうですかね。まあ、なんか、それが公開されてる、全部が公開されてる場合は全部テストした方がいいだろうけど、で、まあ、一つだけ公開されて、公開されてないメソッドに依存している場合は、まあ、公開されているものを中心にテストすればいいのではっていう感じですね。うん、割となんか巨大なテストを気合で書くことも結構ある気がする。うん、そうですね。うん、で結局そのテストは一回書いた後に、その資産として使い続けられないといけないので、その時ワンショット書いて終わりじゃないじゃないですか、テストって。そうですね、永久に役に立ってもらわなきゃいけないので、その永久に役に立ってもらえるようなテストをちゃんと書く。で、何回か失敗すると、いやこれはなんかするたびにテストがぶっ壊れて不愉快だなみたいな経験値が多分溜まってくると思うので、そしたらなんかより良いテストを書けるようになっていくと思うので、まあ、まずはその資産になるようなテストを書いてみて、資産じゃなくて負債になっちゃったら、まあ、消して書き直してみるみたいなのを繰り返すしかないんじゃないかなと思って。うん、それはありますね。継続的に役に立つものじゃないと、ちょっとさすがにテストとしては。まあ、テストって、まあ、その継続的に品質保証するものなんで。そうだね。なんかクソみたいなテストを僕もなんか昔は書いてて、その時の上司がすごいニコニコしながら見てたけどね。あとで痛いなって、うわ痛いよって言ってクスクスみたいな。これ AC 版がフィールドの意味なのかなっていう、こうエスパーさんからの、エスパーさんからのご回答は、ご回答があって、構造体が複数のフィールドを持っており、フィールド間でそれぞれ、そのフィールドがそれぞれメソッドを持っていた場合に、どうやって秘密テストすればいいですかっていう、それらのメソッドを依存し合ってる場合。そのこと、難しいね、それ。なんか、フィールドってただ単にそのデータとしての値なんだから、ね、なんか関数が、の引数が複数ある場合とあんま変わんなくないみたいな気がするけど。そうですね、それは多分そんなに。普段と変わらなさそうと、うん、勝手にまとめ上げてる構造体がいるだけで、それぞれのレシーバー、それぞれのメソッドでテストしてあげればいいんじゃないかな。はい、はい、まあなんかまとめると、とりあえずテスト書いてみて痛い目を見たら反省すればいいと思いますね。うん、そうですね。なんかいきなり銀の弾丸みたいなのないと思います。
一番最初からうまくやるのはまあどう考えても不可能なので。うん。新メタルさんだと。この中になんか、プレイグラウンドとかに実際のコードを書いて貼ってきた人はいなかったけど、まあ、なんか、こう、ばかりにくそうなやつは、具体的なコードがあった方が、回答が洗練されるかも。まあ、そうですね。サンプルコード、好き。好きとか言っちゃった。抽象的な質問には抽象的な答えが返ってきちゃいますから。あの、プレイグラウンドってこれですね。あの、シェアボタンを押すと、あの URL がこうやって生成されるんで、これをペッて貼り付けてくれることで、すごく回答者は楽になるので。めっちゃ便利だよね。うん。ちなみにこれを覚えればですね、こう、自分が抱えてる問題をこう、ね、できるだけ小さな問題にして、クリティカルなものだけ取り出して、で、ゴーファーズスラックとかツイッターとかで聞くっていうことができるんで、問題解決力が上がると思うので、ぜひ、質問するときは、とりあえずなんか、自分が抱えてる問題をこう切り出す。それを簡単に、なるべく簡単な問題にして、クリティカルなとこだけ取り出して、コード書いて、質問するっていうのを訓練するといいかなと思います。まあ、そんなにいつもうまくはいかないと思いますけど、疑似コードでもまだマシですね。その、完全なコードは用意できなかったとしても。うん。コンパイラーはできんけど、なんか雰囲気これでわかるやろみたいなやつ持ってきてくれるとだいぶ、こう、そうですね。自然言語よりか、形式言語の方が、こう、抽象度が下がるので、いいかな。みんなが思ってるものが絞られてくるので。コードを貼っつけてください。なんか新メタルさん聞こうと思ったけど、まあ、いっか。ここまででもすでに30分経ってますからね。そうですね。丁寧な回答を心がけております。はい。はい、次の質問はですね、これドキネオさんですね、こう、メルカリの社員ですね。ありがとうございます。聞いてるのかな聞いてるかな。何か処理を書くときに関数にするのか、メソッドにするのか迷うことが多いのですが、良い指針はないでしょうか。どうですかね。まあ、なんていう。お。どうぞ。僕はまずメソッドにする派ですね。ああ、私もそうですね。結局、その人間の脳みそって割と粗末なので、その一つの名前空間の中に見える識別詞が多いと混乱してしまうので、別の言い方をすると、そのパッケージの下に見えるものがいっぱいありすぎると困るので、なるべくその見えるものを少なくしようとすると、メソッドにしたいなってなる。うんうん、で、なんかいろいろやってるうちに、この処理って別にメソッドじゃないというか、その一つの特定のストラクトに結びつかない場合というか、他から呼びたい場合が多いなと思ったら反省して関数に変換したりするかな。うん、基本的に、なんだろう、外に出すライブラリの外に出すものはメソッドか関数かっていうのは利用者の立場で決めるかなというのがあって、うん、まあ、ライブラリの外に出さないものに関してはメソッドにすることが多いです。で、外に出す場合に関数として出す場合も、中では一旦構造体作って、で、メソッドを定義して、で、それを呼び出す形で、関数を作る。外に公開する関数を作るみたいなことはやります。それが一番多いかなと思いますね。うん。まあ、理由は、その、まず、その、引数が、増えすぎる可能性がある。そういう作りするやつは大体、こう、複雑なものが多いので、材料がいっぱいあるわけですね。関数の。なので、
材料をこうまとめておくのに、フィールドとして、引数を置いておくっていうのをやりますね。なんで、なんか、関数が長く、関数のメソッド、あ、関数の引数リストが長くなりすぎるとか、その、関数の中で、その、関数の中で、その、なんだろう、それに紐づく、なんだろう、ヘルパー的な関数が複数出てきた時とかは、引数でやり取りするのがめんどくさくなってくるので、構造体を定義して、メソッドにするってことが多いです。うんうん、あとはなんかこう、最近だいぶ聞かなくなったけど、このオブジェクト指向にカプセル化ってあったじゃん。はいはい。この、例えば、あるストラクトが持つデータは、そのストラクトが頑張ってこう、正しい状態を保つというか管理しなければいけないと考えると、そのストラクトの状態を変えるような処理は、メソッドであるべきだし、もしそうじゃないのであれば、その引数で渡されたが何かを変えたりしないのであれば、まあ、関数でいいとかっていうのはあるかもしれないね。うん。確かにそうですね。っていう感じでいいかな、ドキネさん。はい。じゃあ次。一つのファイルの中に複数のストラクトが書かれているソースコードを何度か見たことありますが、そのあたりをゴーらしい関数のようなものはあるのでしょうか。どうも一つのファイルに複数のクラスを書くことはあまりないので気になります。これ多分 Java とかそういったもののとの比較してということだと思いますが、まあ、これは Go に関しては別に一つの構造体に対して一つのファイルということはないですね。むしろそうやって書く方が珍しいんじゃないかなと思います。うん、割となんかこう API の単位で切ったりするよね。うん、そうですね。 API の単位でなんか仕事ですよね。なんかこういうことをやってるやつらみたいな感じで。うんうん、うん、でも基本的には確かにタイプでこう作ることが多いですけど、まあ一つの構造体っていうわけではないかなと思う。なんなら、一つの構造体に対してメソッドがこう、いっぱいある場合、その最悪メソッドだけでファイル作ったりします？あんまりやらないな、僕は。マジですか？なんか、どこに何が定義されてるかはすぐわかんなくなっちゃうの。いや、めちゃくちゃメソッドがある場合は仕方なくやります。まあ、そんなにメソッド作るなって話なのかもしれない。その場合、何かしらのごまかしをする気がするな。あ、複数型を作って、フィールドでガッチャンコするみたいなこと。そう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 。ちょっと、ヒコさんのが書くことを困ってるね。ごまかし。そうですね。まあ、あんまり捉われなくて一番わかりやすい書き方でいいのではないかと。思いますけど、あ、ファイルスコープみたいな感じのものもないし、 Java から来た人は確かに最初なんかファイルの分け方と何をどこに置くかみたいなちょっと悩むのかも、うん、こっそり言うとファイルスコープあるんですけど、え、ある？インポートしたパッケージに入れておくやつ。ああ。うん、まあ、でも、使うことはないので、そんなに。変数とか入れられないから、あれですけど、はい。うん。まあ、あまり、とらわれなくていいかなと思いますね。まあ、一番最初、指針がないなと思ったら、Java と同じようにやってもいい気はするけどね。うん、まあ、そうですね。死んでから考える。死んでから考える。なんかファイルめっちゃ多いなって気持ちになってくるから。いやだから、いや死んでから考えればいいんだよ。で結局さ、なんかこう、困ったなと思ったとき、いや、なんでこうなっちゃったのかな、次からはなんか、同じ轍を踏まないようにしよう、反省するのが必要じゃないですか、人間。そうですね、たぶん、若林さんが言ってるの結構いい考え方だと
思っていて、なんか最初から潔癖になんか全部こうやっていくっていうのは結構こう現実的じゃなくて、困ったらやるっていう、困ったらやり方を変えるとか、困ったらちゃんと考えて改善するみたいなやり方の方がいいものは作れそうですけどね。そうそう、なんか僕らが前いた創造の社長の龍松さんとかはこう、もう二度と戻ってこれない決断は慎重にやるけど、なんか後で判断を翻して別の判断にすぐ切り替えられることはやる、低コストにやればいいみたいなこと言ってたことあったじゃん。あ、言ってましたね。あれはいいことですね。それを聞いて、そう、いいこと言ってるなと思って僕もそうしようと思って。うん。二度と戻ってこれない設計上の判断は真面目に考えるけど、それ以外のことはまあなんか、ね、みたいな。わかる。私、なんか半年前に書いたコードは今見るとすごい微妙に見えるみたいな話がよくあるけど、まあそれ書かないと半年経った時に見れないから、とりあえず書けばいいんじゃないって気がする。これでなんかこう、例えば Linux カーネルみたいな、こう、コミットログとかが重要なこう文化なのであると、なんか、ひょんひょん変えたりすると、え、コミットログが追えなくなっていて、なぜここにこれがあるかわからんのだがとかってなると、すごい困るんだけど、まあ、我々のアプリケーションって大抵そうじゃなくて、コミットログとかってまあ、あんま重要じゃないから、あんま重要じゃないからちょっと怒られそうだな。まあ、そこまでなんかそれに頼ることはないと思うので、まあ適当にホイホイ変えればいいんじゃないって感じ。鎌田くんから質問来てますけど、わかめさんの死んだら考えるスタイルはいいな、失敗しても後戻りできないことの鍵分けはどうしてるんだろうって言ってます。失敗しても後戻りできないっていうものは、例えばその一つのパッケージを考えたときに、その他のパッケージから使われたときに何かが変わるようなものは、その後戻りしにくいこと、ライブラリに提供した時のそのインターフェースとかですかね。そう。なので関数名とかは最初に真面目に考えるけど、なんかこう、例えばローカルな、パッケージローカルな関数とパッケージローカルなメソッドの切り替えとかっていう、さっきのドケネオさんの質問とかのリファクタリングみたいなのはあまり気にせずにホイホイやる。うん。とかかな。なので、その、失敗したら後戻りできないというのは、他の人の工数をめちゃめちゃ使っちゃうようなやつとか、なんかこう、これ今手を抜いたら2、3ヶ月後にすごい負債になってみんながやりたいことが多分できなくなっちゃうだろうな、みたいなことを思ったら、まあ、これはちゃんと真面目にやろうって決めて、で、まあそれでもなんか、実は軽く考えてたことがめちゃめちゃ重かったとか、重いと思ってたけど、実はなんかそこってあんまりビジネス要件が変わらなくて、なんか適当に作ってもよかったみたいなところって、まあいくらでも出てくるので、その度になんか、うん、いや、これはなんか他の人にもうちょっと話を聞けば真面目にやっとくべきだったなって分かったなとか、ここはなんかこう、みんな関心がなさそうだから適当にやっても力を抜いて、個数削減してもバレなかったなみたいなところはなんか適宜反省しながら生きているつもりかな。そうですね、なのでその失敗して後回りできないことの鍵分けを、失敗することもまあ後からなんとかなると思うので、まあ大変後からなんとかなりますね。はい、で最終的になんかみんなに謝ってごめん助けてって言って助けてくれないことそうそうないので、うん、なんか適当にやればいいんじゃないかな。まあ、とりあえず多分パッケージローカルなものに関しては、後でどうにでもなるから。そう。どうにかすればいいんじゃないかなと思います。ちなみに、こう多分、あんまり時間ないけど、面白そうなので一つ聞きたいのに、ワカメさんが今まで踏んで、あえなく死んでしまった、辛かった、後悔とかありますか？あんまりない。なんかそういうの覚えてちゃダメだと思うよ。ちなみにシンメタルさん、ワカメさんが振りそうにしてたので面白かったのなんかありますか？あんまりこのレイヤーではないかな。うん。でこうワカメさんは失敗、いいことも悪いことも適宜忘れていってくれるから、シンメタルさんの方は
割と覚えてるというこう印象が。ああ、それはでもね、頑張ってそうしてるんだよ、ある意味。そうなんだ。そうそうそう。でもなんかこう、くだらないけど覚えてるのは、なんかこう、新人時代にすごいこう、頑張ってユニットテストをいっぱい書いて、こう各フィールドの値とかもちゃんとチェックしてたんだけど、何かやるたびにすぐぶっ壊れて、すぐ CI 壊れて、なんかめちゃめちゃ辛い気持ちになるみたいなのをしばらく繰り返してた時があって、なんかそういうのは覚えてる。うん、ありますね。テストってもうちょっと適当に書かなきゃすぐ壊れて辛いんだと思って、うん、反省しました。そうですね。フィールドの中身が合ってるかっていうテストは私も昔書いてた。はい。じゃあ次行きましょうかね。なぜ Go には継承がないのでしょうか。継承不要なのか、Go特有の何かなんでしょうか。うん、継承はないですね。継承ないね、うん。継承なんかちょっと複雑すぎたよね。そうですね。うん、なんかこう、ダイヤモンド継承とかこう、なんかそんなのあるとか、あとはなんかこう、Java の場合だと継承したサブクラスの中で、親クラスの挙動をまるっきり変えてしまうとか、それなのに親クラスと同じところに渡せてしまうみたいなのがあったりして、継承あるとなんかこう、プログラミング難しいと思う。うん、でなんかいろいろ考えた結果、インターフェースあればまあいいんじゃねみたいな話になったんじゃないかなと思うけどな、ね、うん。多分私もそう思いますね。複雑すぎたんじゃないかなと。人間にはいらない複雑度だったよね、うん。結局なんかソフトウェアって人間が考えて作るので、こう人間が間違いを犯しやすい構造を入れたらバグが入ってしまうわけですよね。そうですね。バグというかこう設計的負債とかもたまりやすくなっちゃうし、まあ、そうですね。複雑なことができればできるほど、まあそういったバグとかが含まれますからね。で、まあインターフェースがあればいいっていう感じかなと思いますね。で、Go に何だろう、こう難しいところなんですけど、まあ。Java とか C シャープとか普段やってる方にとっては継承があることが当たり前なので、継承がないことについてなんかこう悪いことなんじゃないかなと思っちゃうかもしれないですけど、まあそういうそれはないかなと、うん、うん、思っていて、なんか結局こう自分の手元にあるこうテクニックって使えないよって言われたらなんでって思っちゃったりはするよね。うん。継承がある言語もなんか結構もうあんまり最近見てないからだけど、なんか継承より異常みたいな感じの言葉とか出てきてたから、うん、まあ比較的そっちの流れ、世界的って言ったらなんか主語がでかいけど、うん、ちょっとやっぱ継承は難しいのかなって。っていうイメージだけどね、うん、俺もなんか地獄のような継承の使われ方がしてるのはよく昔見たけどあるよね、もうマジ辛い。継承じゃ継承してるわけではない継承の使い方あるあるある、よくしてるの。それなんかそのどういうことですか、それは。継承したいわけではなくて、親のクラスを、親のメソッドをオーバーライドして、納品箇所を小さくしたいみたいな感じかな。ある。だって子供じゃないんだよね、その人は。そのクラスは子供ではない。変更したい、親の関数。親の振る舞いを変えたい。親の振る舞いを強引に、そこを通るときだけ変えたい。っていうのがめちゃくちゃいっぱいあって、反抗期ってことですね。ロジックを追うとき地獄みたいな。地獄だなそれ。ふふ、この関数が動くと思った、残念、下のクラスでお笑いをされてるんだよみたいな感じでやばいやつが大変なことしたから。クラス A があって、B があって、C があって、D があってっていう、こう継承関係があったときに、この A の挙動を見ると、
こうなってて D の挙動を見るとこうなってるのでこうすれば動くはずだと思ったら間の B とか C が余計なことしててなんか全然思った通りに動かないみたいなのがあってえなんでさそこメソッドってさ契約なんだからさ親がこれをやりますって決めたことを変えちゃダメでしょってこう思ったけどそのシンタックス的にはできるのでみんなやっちゃうんだよねピタゴラスイッチみたいになってる奇跡のコードとかあるかなあるあるある、はい、なんかね、できるとなったらみんなやっちゃうんだよそう仕様目の前に仕様があったらやるんですよ人間は弱いあそういうとこいいよねそうだね、うん、できるなんかまあ悪用というか変な使い方されそうなやつはなるべく入れないみたいなのまあやっぱ正しいのかな人類はそんなになんかわざわざ言語仕様とかを読んでその機能の意図とかを理解した上で行動を書いたりはしない、うんうん、できることをやるあと9分しかないやっちゃうんだよなジェネリクスの話やるって言ってジェネリクス絶対無理だろうと思いながら話してるけどちょっと一旦ちょっとねジェネリクスの話をしておきますえ、DI ツールの話はワイヤー使っときなさい。ワイヤー使っとき、よし今、ワイヤーを使えジェネリクスどうですかジェネリクス絶対欲しかったよね。だって今の話だと、目の前にこう複雑なことをできる仕様があると、複雑なことしちゃうって言ってるじゃないですか。殴ってね、挙動上書きできなければね、まだ救いがある。ああ。なるほどね。まあ確かにね。あのなんか Go のそうこういうなんか新しい機能ってなんか、あと一歩みたいな気持ちになることが多いですけど、多分そのあと一歩でこう、のおかげできっと何か大きなものを失わないで済むようにしてるんだろうなって気持ちに最近なってます。それはあるね。うん。あ、これができればこういうトリックが使えるのになって思うんだけど、まあ普通に考えてトリック使ってほしくないんだよなって。そうそう。例えば Go の新しいジェネリクスの話、まあ、タイプパラメーターの話、まあ、こうやって書けますよっていう仕様になったんですけど、これなんか基本このタイプパラメーターってやつはこう、トップレベルというか、このファンクとか、そのタイプとか、こういうなんか、何は使えるけど、このタイプ、なんか、ストラク、あ、違う、タイプ、ホゲ、タイプ、E みたいな感じ。こういうのはできるけど、こういうのはできるけど、なんか、この中で、例えば、メイン関数の中で、クロージャで、ここにタイプ P とかして、こういうのってできないじゃないですか。なんでできないんだよ。俺は絶対やりたいんだけどな。いや、絶対やばいですよ。こんなことし始めたら私って結構いろいろやっちゃいますよ。やるよね。やる。これなんか、ストラクトのメソッドで使うのもできないんだっけ？メソッドはできたような気がするけど。あ、メソッドできるんだ。無名関数とか、うん、カタリテラルでできないですよね。カタリテラルでできたら、ここすごいことになりますからね。ここにインターフェースかけるようになるんですけど、ここの中でね、こうやったところでこんなことできたらもう、地獄でしょ。地獄だね。うんできないようになってるのは多分地獄を見ないようにするためだと思うんですよね。コンパイル時間増えちゃうしね。そうそうそう。で、これがなんか人間の頭だと、こう、一重とかで、一重二重ぐらいで、タイプパラメータ一重二重とか、そんなもんで最初考えるんですけど、こう、仕様があるとですね、もう50とか60ぐらいのタイプパラメータ。タイプパラメータついてる方にさらに、タイプパラメーターがついてみたいな、そんなことをし始めるから、地獄を見るわけですよね、うん。そうね。なるべくタイプパラメーターを使わずに生きていこうというのが正しいと思うね、しばらくは。うん。いやでも、始めた時にさ、なんか5行使って頑張って書いてるループをなんとか3行で書きたいからユーティリティ関数作りますみたいなことをやりたくなるじゃん、5を始めたばっかの頃って。なるそれと同じでなんかこう、
ついこのタイプパラメータとかジェネリクスを使って5行かけて書いてるループを3行でできるようにしようって思うと思うんだけど、今まで通りのやり方で書いた方が多分いいわって最終的に落ち着くと思う。うん、あ、それなんか脳みそからなんか出るんでしょうね、やりたくなる何かが。あ、ね、なんかね、パズル楽しいんだよね。そうそう、パズル楽しい。自体がなんか若干パズル味のある作業なので、パズルが面白くないわけないんだよなみたいな完成したパズル見ていらんかったなって気持ちになるんですよね。そう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 、捨てようってなる。うん、一夜明けて冷静になった。僕なんか異様になんかパズルめいたのが辛いなと思ったからこうやってるまであるな。うん、関数型言語とかちょっと俺の頭ではこう読めなかった。ああ、なんかツイッターとかで似たようなことを言ってて、こうジェネリクスめちゃめちゃ書きたいけど全く読みたくないみたいなことを言ってた人いたよ。何人か言えましたね。ちまきんさんとかもですね。気持ちわかる。わかるわーって感じ。書くときは気持ちいいですよね。書くときは気持ちいい。すごいなんかテンション上がる。そうそう。なんかアドレナリンみたいなのが出る。カタパラメーターズハイになっちゃって。もう半年読んだら自分のやつ読めないみたいな。わかる。これなんか今までさ、その Go ってなんかバーチャルな何かがなかったから、ディバッガーで追うとまあ大体意味が分かったじゃん。ああ。こうジェネリクス入るとさ、多分コンパイル時にマングリングされるので、実際のそのソースコードと、そのデバッガ上での位置というのが最初は異なるはずなので、なんか、このジェネリクスが絡んだ時のデバッガビリティがどうなっていくのかなという気がする。いやー、めんどくさそうですね。ね。デルブの皆さんは頑張ってほしい。本当それな。そうですね。あとまあ型推論が働くからなおのことちょっと最初混乱しそうですね。そうだね。でここのさ、この書き方的にはさ、その型パラメータを使ったファンクションの中はインテリセンス多分効かないじゃん、普通に考えると。そうですね。そうですね。あれ補完とかですね。そうそうそう。うん、言うとなんかこう。うえっていう気持ちにはちょっとなるかなみたいな。うん、まあ、もしかしたら ID がまあここら辺にね、踏むとストリンガーとかつけおくと、そういうのがいい、うん、ぐらいはやってくれそうですけど、まあまあまあ私は保管使ってないからどっちでもいいですけど使えよ。いやいや、己を鍛えた方がいいかなと思って。あ、ちょっと手でハンドアセンブルしろよ。やめてください。まさにアームのバイナリを吐き出さなきゃいけなくなっちゃう。辛い。手で。ハンドアセンブルすればいいじゃないか。己を鍛えて。そうです。お、そうそう、時間かな。そうですね、そろそろ締めましょうか。はいはい、楽しい時間もあっという間ですが、じゃあ今日の締めを一人ずつお願いします。てんてんさんから。はい、今日も楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、金曜日にオープンゴーフライデーっていうのをやってます。現実まで募集してますので、なんか喋りたい人がいたら、よろしくお願いします。えって、もう、参加枠埋まってません？抽選です。うんうん。まだ決まってないですね。あ、なんかライブスクリーンとかもないの？ないです。ああ、完全非公開。そう、うっかりなんか喋っちゃったら大変じゃないですか。なるほど。オープンゴーフライだけ、パブリックではない。うん。プロテクテッドぐらい。プロテクテッドぐらい。じゃあ、ここでいい。メタルさん。はい。
なんか今回自己紹介しなかったけど、私は Go は初心者です。よろしくお願いします。今さら。初心者の範囲がでかいですね。はい、じゃあ、わかめさん。DI ライブラリーは皆さんワイヤーを使ってください。さっきつぶやいてくれたやつですね。はい。ワイヤーの使い方をみんなが覚えてほしい。説明なしに使いたい。じゃあ俺は DI は苦手です。そんなね、悪いもんじゃないのよ。Java のね、DI ライブラリーとは違うんですよ。しょうがちゃった。個人の感想です。うちの感想ですね。はい。はい、じゃあですね、今回はそろそろ終了しようと思いますが、次回はゲストを呼びして開催します。Google アドボ、アド、アドボ、アドボケイ、デベロッパーアドボケイ、デベロッパーアドボケイトの山口さんをお呼びして一緒にワイワイ話すので、来週も楽しみに来て聞いてください。はい。はい、それではまた来週。何そのマークずるい。W。多分ね。